つもご視聴いただきありがとうございます。バホ鉄道チャンネルからの、投稿でございます。ただいま12月24日の、16時24分発の横須賀行きに、横須賀発、上総一ノ宮駅ですね、失礼いたしました。その列車のこの E235 系がついに営業運転初充当されまして、このついに内房線君津まではもちろんのこと一番列車として行っていたものの、営業開始から4日後の2020年の12月24日についに外房線に E235 系が入線ということになりました。今回はそちらを短縮バージョンでお届けしたいと思います。詳しくは当チャンネルをご覧いただくと、詳しい動画はもう多分投稿されていると思いますので、ぜひそちらでご覧になってみてください。市川で特急列車を通過待ちをした後、千葉に到着。千葉では209系がお出迎えしてくれました。そして蘇我ではものすごくミラクルなことが起きて、これは多分 E235 系初だと思いますが、そういう風なシーンがありますので、もしかしたらサムネイル画像になっているかもしれません。もしよろしければご覧いただければなと思います。当チャンネルの動画では詳しくご紹介させていただいております。この蘇我からは外房線に入り、快速運転をしながら終点の上総一ノ宮まで行きます。鎌取やこういう風な、ホンダとか時計、そういう風な地域をちょっとずつ各駅に停まり、最終的には大網、そして大網からは快速運転となり、大網、茂原、上総一ノ宮の順に停車をしてまいります。そして終点の上総一ノ宮に到着。ここでは折り返し時間が多いため、半自動ドア式でこの乗り降りの乗降がされていて、初めてこの E235 系の押しボタン式のボタンを触ることになりました。とても平べったい顔でよくこういう風に走れるなと思ったものです。詳しくは当チャンネルの動画をご覧ください。ご視聴ありがとうございました。